歌川広重筆、東海道53時桑名戸田立場の図、富田立場での焼きハマグリ売りの情景。富田の焼きハマグリは、四日市市戸田地区の名物食品だった、郷土料理である。江戸時代の桑名半量、友明郡戸田のハマグリ料理で、桑名半量であったため、桑名の焼きハマグリと呼ばれるようになった。江戸時代は盛んであった、富田の焼きハマグリであったが、現在では、 焼きハマグリ料理は富田地区には存在しない。本陣は基本人旗子江戸時代の東海道53時には、何箇所か、松並木があった。富田付近も松並木であり、松笠を燃料にする江戸時代の桑名藩料の富田、地域民の知恵も面白い歴史研究となっている。江戸時代の歴史資料である、本町食館では、ハマグリの食べ方について、役が最上である。 煮るが次である。カラシスや生ガスで生で和えるのが良いとされている。さらに、焼いて食べるには、松ぼっくりの火が最良であり、わらびひすみ火を使用するのがそれに次ぐ、第2番目の方法であると記述されているが、その理由については、同書中に面白い説明がある。およそ、伊勢国のクワナ藩である通称伊勢国クワナの伊勢湾の、海の焼けはまぐりが良いとされているが、中でも、 最高級品である、桑名半量戸田の焼きハマグリについて、富田の土地の人々の間では、松ぼっくりで焼くと味が良くなり、ハマグリで食中毒する危険性がなくなると言われている。また、松が枯れそうになった時に、富田の焼きハマグリ数個を砕いて、根の周りの溝に入れて土をかぶせておけば、だんだんと蘇る。あるいは、焼きハマグリの煮汁を冷まして、溝に入れておくのが良い。 胸が傷つされ、富田の焼きハマグリと松の木はもともと相性が良いか、天性を持っているとしている。ありがとうございます。